ハワイオアフ島にあるモンキーポットの日立の木は、日立製作所をはじめとする日立グループを代表するコマーシャルソング及び同曲を使用したテレビ CM に登場する大樹の通称である。本項では楽曲、テレビ CM 及び CM に登場する大樹についてそれぞれ記述する。歌い出しに由来するこの木何の木の別名でも知られる。2005年から現行のバージョンは9代目。以前のバージョンは公式サイトである日立の木をオンラインで見ることができる。日立グループをイメージする楽曲として、日立グループ提供のテレビ番組の CM ソングとして使用され、イベント等のパレードに日立が参加する際にも使用される。地球博の日立グループ間の紹介映像にもこの曲が使われた。日立が広告を出している大阪市の通天閣でも毎日正午にこの楽曲が流れるほか、同社の山手工場、臨海工場、旧多賀工場などの事業所においても、昼休み等に流している場所がある。この曲は1972年にグループ CM が制作される際に小林亜星に作曲を移植し、作詞は小林の紹介により伊藤明に移植して制作されたものであるが、伊藤に CM に用いる木のイラストを見せて楽曲のイメージを伝えた際、伊藤がこの木は何という木ですか？どんな木なのですか？どこにあるのですか？と質問したのに対し、スタッフがわかりません、知りませんとしか答えられなかったために、この木何の木で始まる特徴的な歌詞が生まれたという。1989年10月21日には CM 曲の刷新に合わせて日本コロンビアからシングル CD としても発売された。一時期、日立製の au 携帯電話に着信メロディとして収録されていたこともあったが、近年でもワンセグ対応の W41H などにも収録されていた。2007年2月21日には9代目 CM の歌手であるINSPiの歌唱による着歌の配信が開始された。INSPi版の着歌売り上げは同年4月時点で5万ダウンロードを突破している。なお、メインスポンサーが日立製作所である J リーグ柏レイソルのサポーターは試合前にこの曲を歌うことがある。この際、サポーターはスポンサーへの感謝の意として日立マークなどが入ったゲートフラッグを掲示する。日立も CM の終わりにレイソルのスポンサーであることを示すテロップを表示している。この曲とは別に日立製作所の社歌も存在する。以前に使用していた日立の歌 HITACHI 日立に変わる形で1973年以来日立の木を使用した日立グループのテレビ CM が放送されている。前述の通り日立グループ提供番組限定で放送されており、日立グループの総合力と成長性、事業の幅広さ、力強さをイメージさせる大樹の映像をバックに日立グループ各社の企業名一覧を表示させるものとなっている。日立グループでは CM に登場する大樹そのものも日立の木と称している。この CM が誕生したきっかけは日本テレビ系で放送されていた日立ドキュメンタリー素晴らしい世界旅行が1972年に日立製作所の一社提供から日立グループ25社の共同提供に移行する際、コンピューター技術が大樹のように大地に根を伸ばし、その技術がいろいろな花を咲かせ、実を結ぶというグループのコンセプトに合致した CM として制作されたものである。なお、2009年4月21日に日立グループ内の企業による不祥事の影響により、同日以降の放送がしばらくの間休止となり、公共広告機構の CM に差し替えられていた。以下に示す各番組は、日立グループ名義の提供となっているが、日立の木 CM 以外は原則として、日立製作所本社の CM が放送される。以下の番組情報は、2020年10月現在のものである。テレビ CM では15秒や30秒、60秒などと、時間枠が決められており、CM ソングを制作する際は、その要請に応じて、フルサイズとは別にそれぞれの時間に対応した、TV 用の音源が用意される。日立の木も例外ではない。日立の樹の歌詞には様々な形態があるが、公式サイトには4コーラスからなる形がフルコーラスとして提示されており、ここでは各コーラスの歌詞の配列はこれに準拠する。オリジナルの日立の樹は1973年4月24日に録音され、初代の CM には4番のみの30秒用、2代目から6代目までは1番、2番、4番からなる60秒用の音源が使用された。7.8 代目では B メロやサビ、間奏などを含んだ新録音のフルサイズ音源からイントロと1番3番2番に相当する部分、そしてコーダの末尾をそれぞれ抜き出して編集したものを TB 用音源とした。現在の CM で間奏部分が聴けるものは存在しない。9代目は歌詞が14年ぶりにオリジナルの60秒用の形態に回帰したが、途中から木と光編でも二次編で使用されている1番2番4番からなる60秒用の TB 用音源が使用される。ちなみにカラオケで歌うことができるのはフルサイズバージョンであり、間奏も入っている。歌詞、楽譜や歴代 CM の動画は外部リンクの日立の樹オンラインを参照。日立グループの企業数はあまりにも多く、一度の CM 放映では全てを網羅しきれないため、パターン分けによってカバーしている。また、7代目の時期は最後に、日立グループ N 社と途中まで表示していたが、1999年10月から廃止されており、従来通りの表示に戻された。他社との合弁企業、三菱日立ホームエレベーター、日立 GE、ニュークリアエナジー、三菱日立製鉄機械、三菱日立パワーシステムズ、ジョンソンコントロールズ日立空調などは表示されていなかったが、2019年12月、現在の CM には日立 GE、ニュークリアエナジーが筆頭に表示されている。日立グループでは CM に登場する大樹のことも日立の樹と称している。長期にわたって使用されているモンキーポットが有名だが、上述の通り1973年の最初のCM では映像にアニメーションが採用されていたほか、別の木をあしらった CM が存在する。最も有名な日立の樹はハワイオアフ島にあるモンキーポットの大樹であり、1975年から1979年の2代目 CM で用いられた後、夏季のマンゴーの木等に変更されたが、その後も視聴者の要望で1984年以降は、一貫してこのモンキーポットが使用されている。この木は、ワイキキから車で30分ほどのダニエル・K・イノウエ国際空港にほど近いモアナルア・ガーデンという公園にある。同公園には、日立の樹と同種の木が多数ある。2006年現在、ジョン・フィリップ・ダモンの個人所有地だが、無料開放され、CM の撮影場所やハワイの観光名所として、ツアー客等が訪れる。2007年にも身売りないし州政府に移管される計画があったが、今や日立のイメージブランドにもなっていることから、日立が公園を管理する地元企業と年間約40万ドルで営業目的での独占的撮影権を締結した。しかし、公園に関わる費用は年間60万 US ドルに上り、日立製作所からの収入を上回ると見られている。2009年には、増収も兼ねて日本人観光客向けの売店ができた。この木は広大な土地に立つ一つの大樹に見えるが、実際には高速道路に面した、それほど広くない公園内にあり、ほとんど似た形状の複数の木の中の一本で、ありどれが CM の木か探すのに苦労する。CM の木にはゴミ箱が置かれていないため、それで区別ができる。CM 撮影時には高速道路が映らないよう、またここの一本に見えるアングルを探して収録が行われた。なお、日立の樹事務局によると、歴代の大樹の正確な場所は現在では不明とのこと。CM 以外でテレビに登場することはほとんどないが、2010年10月23日に放送された日立世界不思議発見の25周年スペシャルでは、出演者一同がモアナルアガーデンを訪れ、日立の樹の前で番組撮影を行った。モンキーポッドとは、猿がその実を好んで食べることからついた名。ポッドは、エンドウ豆などの、鞘の意味を表す英語である。ネムの木に似た花をつけ、ネムの木同様に光によって、葉が閉じたり開いたりするため俗に、アメリカネムとも呼ばれる。主な産地は中南米、西インド諸島など。日の陰る、雨降りの日には、葉が閉じることから、レインツリーの異名もある。日本でも栽培キットの入手が可能である。ハワイのモンキーポッドの裾を広げた独特のシルエットは日立グループとしてのイメージ画像として用いられる例が複数ある。なお、最近では日立製作所の製品 CM で最後に流れるINSPi the Nextサウンドロゴをバックに日立の木のイメージ画像が登場する。ありがとうございます。